アリハミス・アッパス・アリハミスは、バーレーン出身の陸上競技選手。専門は短距離走の400メートルで、自己ベストは44秒36のバーレーン、記録保持者。2016年リオデジャネイロオリンピック男子400メートルのファイナリストである。日本では、アリカミスとも呼ばれる。18歳になったばかりで出場した2013年7月のプネーアジア選手権。 男子400メートル決勝で45秒65の自己ベストをマーク。ディフェンディングチャンピオンであるユーセフ・マスラヒに0秒57差で敗れ走ったものの、アジア地域の大会で自身初のメダルとなる銀メダルを獲得した。2014年7月のユージーン世界ジュニア選手権、男子400メートルハードルに出場すると予選で51秒10、準決勝で49秒93。 決勝で49秒55とすべてのラウンドで U2 レイバーレーン記録を樹立。決勝ではジャヒールハイドに0秒26差で敗れ走ったもののバーレーン初の短距離種目メダルとなる銀メダルを獲得した。これはすべての種目を通じてバーレーン初の銀メダル獲得でもあった。2014年10月1日の新川アジア大会男子400メートルハードル決勝では 岸本高子に0秒10差セリ勝ち、49秒71で、アジア地域の大会初優勝を飾った。シニア世界大会デビューとなった2016年8月の、リオデジャネイロオリンピックでは、男子400メートル予選を、全体3位の45秒12で突破すると、準決勝では、自身の持つバーレーン記録を更新する44秒49をマーク。 タイムで拾われる形ながら準決勝を突破し、バーレーン出身の選手としては初めてオリンピックの陸上競技の決勝に進出した。迎えた決勝では優勝したウェード・バンニーキルクが世界新記録を樹立する中、準決勝でマークしたバーレーン記録を更新する44秒36で6位入賞を果たした。尊敬する選手はクレナダのキラニ・ジェームス。記録欄のうちの数字は、 風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。